はい、台北の普通のホテルです。目の前にいるのは小屋さんです。で、今ドスコが手に持っているのはこれ、ジャケットです。これを着るということは、そう、今日は高級ホテル行きます。星の屋グーグアンです。台湾にね、星の屋があるんですよ。で、ここ、いや、今言ったかな、覚えてないけど台北です、ここね。で、今から台中ってところまでね、2人で移動してね、そっからタクシーで2時間です。結構遠いんですけど、でもそこにね、星野リゾート、日本が誇る星野リゾートの一番高いね、ラグジュアリーブランド星の屋があるんですよ。はい、で、台北駅に到着しました。これ新幹線の切符です。今から乗ります。はい、乗りました。車内は日本そっくり、てかこれ日本が作ったんですよ、確かね。 JR 東海が技術提供だったから、まあ、とにかく日本と関係ありますよね。はい、スピードも出します。ビュー、気持ちいいね。はい、もうあっという間に台中着きました。ほんとすぐです。で、これエスカレーター降りたとこなんですけども、台北駅よりね、台中駅の方が新幹線のその改札の中がね、お店がいっぱいあってでかいんですよね。これ面白くない？台北はなんかちっちゃいっていうかね、奥に追いやられてる感じがしました。また日本のお店がね、いっぱいあるんですよ、この駅の中にね。大戸屋とかね、あと、あ、多分ね、これ関係ないと思うんですけど、星野製菓っていうね、シンギアって書いてるから星野リゾートと、まあ、もちろん全く関係ないんですけども、なんか偶然だなと思って、星野製菓っていうのがありました。で、外に出てきました。これ新幹線の台中駅です。でかいですね。で、向こうの方にね、在来線の台中駅があってね、あと地下鉄の台中駅も最近できました、台中メトロですね。はい、で、タクシーに乗って行きます。はい、で、台中ってね、結構でかい街なの知ってます？どすこい、もう一個のチャンネルで動画出してるんですけども、もしよかったらそれ見てほしいんですけども、でも、まあね、大都会なんですけども、まあ、もちろんタクシーで2時間走ればだんだん田舎になってきますよね。はい、で、着きました。これがね、これ星野じゃないですよ、これグーグアンっていう名前の温泉街です。そう、台湾にもね、温泉街があるんですよね。で、その中にあるんですよ、星の屋が。面白くない？ね、日本の温泉街でラグジュアリーブランドとか、まあ、いろいろ展開する星の屋が台湾で温泉旅館作りました。旅館ではないんですけど、温泉のホテルを作りました。いやー、これは泊まりに来なきゃダメでしょう。特に小屋さん来なきゃダメでしょう。ってことで一緒に来ました。で、これエントランスですけども、めちゃくちゃ綺麗。もういきなりテンション上がりましたよ。で、お昼ご飯を食べることにしました。で、これね、ウーツァンツァイダンって書いてありますけども、星の屋牛肉麺、いきなりテンション上がりますね。どれにしようかな。牛肉麺とうどんとね、キーマカレーと、あとコンロハンっていうのがあってね、あ、これいいね、コンロハン初めて聞いた、わー、じゃあどすこいこれにしますって言って、で、小屋さんは牛肉麺にしました。で、このお茶がね、ジャスミン、あれ、ちょ、言うの遅い。はい、来ました。これがコンロハンです。豚の角煮のようなお肉に、ザーサイに、あと、こう、おこうこに卵が乗っています。で、これ、まあ、鶏が入ったスープですよね。これも美味しかったですよ。で、これが、アイユーっていうやつです。これ、小屋さんが大好きでね、酸味があって美味しいです。夏のデザートって感じかな。で、小屋さんは牛肉麺頼んだんですけども、これをね、どすこいこれ食べてないけども、めちゃくちゃ美味しいって言ってまして、お肉が、ちょっとこう、いい意味で半生というか、これ、いいお肉だからこの状態で提供できるってことですよね。はい、お昼ご飯食べ終わったので、このお庭を歩きます。このお庭がね、この星の屋グーグアンの一番の特徴というか、まあの一つですね。で、この木々がね、普通に、まあ、木いっぱい生えてますけど、これもともとここに生えてたものでね、で、川は後から作ったものなんですよ。でも、この川の水自体は近くの川から引いてきてるそうですよ。で、魚も泳いでるんですけど、その魚もその川から流れてきた魚みたいでね、めちゃくちゃナチュラルっていうか、人工物なのに地球自給してるっていうかね。で、この庭園にはガゼボがあります。そこでね、ゆっくりできます。風が通るね、バリ島の星の屋にもありましたけども、そのガゼボがなぜかこの台湾にもあります。これも特徴の一つですよね。で、これ振り返るとね、これが向こうに建物見えますけども、あれが宿泊棟で、で、この景色が多分、ね、この星の屋グーグアンさんが一番推したい景色というかね、木々と川と建物全部入ってますよね。はい、で、そのガゼボが立ち並んでるエリアをずっと歩いていくと、メインチャンネルでも紹介しましたけど、プールがあります。このプールからね、見えるこの宿泊棟の景色が一番綺麗ですね。で、一番優雅な気がしました。やっぱりプールってね、高級ホテルといえばプールですよね。平日の昼間にね、プールでね、こうのんびりとね泳ぐっていうのが一番ね、
優雅な感じがします。で、時間の富裕層感があります。この後このプール入りますけども、本当気持ちよかったです。で、このプールサイドのガゼボの横ではこんな感じに、ね、無料でこういうお茶とか水とか全部もらえます。で、この方の顔出し OK ってことでね、ちょっと出してもらってますけども、この方が何でも言ったらね、あれやってくれます。で、このアイスはちょっとお金かかっちゃうんですけども、まあこれも、まあ、お金払ったら食べれます。美味しそうですよね。星の屋オリジナルかな。で、そのプールサイドのすぐ横にこれ大浴場があります。これこそ星の屋の腕の見せ所ですよね。で、あの撮影ダメって書いてありますけど、今回また小屋さんが特別な許可を得てね、でドスコイもそれに便乗して、ドスコイももちろん許可得たんですよで撮っております。で、中に入ると、星のしてます。まあドスコイちょっと星のしてるかどうかちょっと分かんないですけど、正直ね、その着替えるところ、脱衣所に入った瞬間、小屋さんがね、日本だって言ってました匂いとかもう景色とか何から何まで、ここ台湾なのに日本だって言ってました。それがね、印象的でした。で、外にもね、これあの川じゃないですよ、これお風呂なんですよね。で、あの露天風呂でね、でグネグネしてるでしょ。これをメインチャンネルでも言いましたけども、台湾人はね、こういうお風呂温泉とか入るときは水着着用で入るらしいんですよね。裸で入るっていう文化がないらしくてね。でも、この星の屋グーガンは裸で入ってもいいってことになってるんですよ。だから台湾人の方はね、裸だと恥ずかしくなっちゃうので、こうやって隠れれるようにしてるって、あえてグネグネにして隠れること、パーソナルスペースを確保するためにこうしてるって言ってましたね。で、サウナも一応入ってみました。おー、すごい日本してます。またそこはちょっとあんまりね、あのサウナ全く行かないので、この前ね、メルロンさんと新潟で一回行ったきりなのでね、あの知らないんですけど、で、ここね、湯上がりどころです。で、あのアイスがね、これ食べ放題、そう、これが重要なんです。そうで、今左の方あの通り過ぎましたけど、ここでね、お茶とかワインとか赤ワインのね、振る舞いとかもあります。この後行きます。で、スパもありましたね。で、このね、あの何気ないこの通路が面白くてね、これなんかこう美術品みたいな、こういうなんか全部形違うでしょ、こういうのが置いてあったりとか。で、さらに歩いていくと、またなんか違う形のいろいろなやつ、あの置いてますよね。左はこれ消火器ですけども、で、ここにもなんか飾って、なんで通り過ぎんの。あ、これね、ほら飾ってあるでしょ、ほら、いろんなものが飾って、これね、どういうことかというと、美術館をイメージしているそうです。なんか美術館に紛れ込んだんじゃないかみたいな、今どこにいるんだろう私みたいな、そういうのを狙ってるみたいなことを言ってましたね。で、デザイナーの方がね、そういう風にしたっていう風に言ってまして、そっからさらに行くと、これね、竹林をそのまま感じられる廊下です。これあえてガラスとかがねないんですよ。竹林と廊下の間に何もね、ほら仕切りがないでしょ、あれあえてガラスがないんですよね。で、この辺りのグーグアンの辺りはね、タイヤル族っていう、まあ地元の民族の方がいてね、その方々って日本語とね、中国語が混じった言葉を喋るんですけども、まあそれはいいんですけど、その方々この竹林のね、を使ってなんかいろいろ物を作るらしいんですよね。で、それも取り入れてこういうデザインになってるって言ってました。だからこの竹林がいっぱい生えてるって言ってました。はい、で、これまああの一周回ってきたんですよね。で、ここ綺麗ですよね。そう、ここでね、サムネを撮りました。で、このあたりがこれラウンジになるのかな、まあフロントのすぐ近くのところですけど、これゆっくりできますよね。で、コーヒーとかあのお茶とかも飲めるし、これね、これお茶ですよね、うん、も飲めるし、ここでゆっくりと本とかも読むことができるしね、なんかいろいろ飾ってあるし、で、これもなんかお茶とかいろいろ置いてありますよね、確かね。で、コップとかも置いてある、これは売り物かな、まあこれね、コーヒー飲めますよね。で、奥にはね、こういうお土産を売ってるところもありますね。で、星の屋お土産とかね、バリ島でもありました。ドスコイはあの星の屋のバリ島ではガムランボールを買いました。あれ未だにね、あのめちゃくちゃ気に入ってますよ。はい、で、お部屋の紹介です。これは水明っていうお部屋です。最安でも7万円台のお部屋です。一応安い方の お部屋にはなるんですけど、まあそれでも高いですけどね。で、ここちなみに小屋さんとドスコイは今回泊まるお部屋ではなく、泊まらないお部屋なんですけども、あの許可を得てね、見せてもらいました。許可を得てというか協力を得てね、見せてもらいました。で、ここね、ソファーがあってね、パーって外を見れますよね。グーガンを見下ろすことができて、ここも素敵なお部屋だと思いました。で、下降りるとね、下に客室露天風呂があるんですよね。いやー、素敵な客室露天風呂ですね。上とね、下とね、分かれてて、このメゾネットっていうんですか、このタイプだから、まあ、プライベート感もあるっていうかね、2人とか3人で来ても1人でここでのんびりすることが、まあ、できますよね。で、これもうちょっと高いお部屋にも来たんですけど、これ一見ね、同じように見えるでしょ、けどあれ、でっかいソファーがあるぞ、これどうなってんの。
のってね、はい、ちょっと見に行ってみましょうか。でこれ相当さっきより広いんですよね。こう洗面台があって、その横にまたなんかゆっくりできる空間があるし、でその向こうに客室露天風呂、露天風呂じゃないか、半露天風呂ぐらいになってんのかな。外の空気とは触れ合いますよね。はい、今ホームページ見てみたら半露天風呂って書いてありました。で横にこんなソファーあんの、ラグジュアリーだな。で今回ドスコイ床屋さんが泊まるのはこのお部屋、風音ってお部屋です。一室9万円だ、最安でもね。でまあ今回ね、小屋さんのおかげでまたこれもね安く泊まらせていただきます。ドスコイはね、このバルコニーはね風音っていうこのお部屋にしかありません。で掘りごたつみたいなのもあって、さっきと全然形が違いますよね。でこっちはね上に登った先に2階というか、これをメゾネットタイプっていうんでしょうかね、2階に上がったところにこの洗面台があって、でまたこれお風呂です、まあ、ここのお部屋は横になんかでっかいソファーがあったりはしませんけども、いやーでもこれね、これ開けてね、このグーグアンの自然を見ながらね、はーっとお風呂入るのほんと気持ちよかったですよ。で星のやグーグアンの庭園を一望できます。でまあとりあえずお部屋見たのでね、ホットワインの振る舞いっていうのがあるので、それをいただきに来ました。今見えてるこれが全部入ったお茶が出てくるそうで、お茶っていうかワインかが出てくるそうで、それとあと甘酒、これがね八角ってやつですよね。日本人が苦手な八角だと思うんですけども、これも今回入ってるんですが、でも星のやさんはこんな日本人がね苦手なものですらいいフレーバーに変えてしまうんですよ。んで2時半から4時半までこれやってます。んで甘酒も一緒にもらえるってことでね、いや頼む、これね甘酒です。でこんないいところでね、ここで飲めるんですよ。ここほんとこの雰囲気最高、 お風呂上がりにこう来たらほんと最高です。皆さん絶対来てくださいね絶対お風呂上がり来てくださいね。どんな味すんだろう、これ台湾でしか絶対飲めないですからね。おおお、あとあとから来る、おお複雑な味がするいろんな薬が入って、薬ってあれですけど薬草みたいな入った味がするわ。なるほど、もうそれ以上言えないな。まあでも普通に赤ワインって感じしますよ。 あったかいホット赤ワインっていうか。さあプール冷たいかな、ちょっとねお腹あんま見せないけどねさあ入ってみるぞ。結構今4月だからね、まあ台湾の4月ってもうね日本でいう6月とかだと思うからいけると思うけど、結構冷たいな、冷たー、ちょっとこれいけるかな、だいぶ冷たいな、これちょっと無理かな、うわー冷たい冷たい冷たい、やっぱもういやー本当冷たい。これはまだ夏になってないからなのかな、いやーでももう完全に夏ですよ今台湾ね。うん、もう昼間とかも普通に30度いきますからね。やっと晴れたぞ。プールの中から見る星の屋のこの建物、この本館、ここ本館かって分かんないけど部屋がある塔ですよね。もう綺麗ですね。植物もいっぱい浮いてるわ。おう気持ちいいね。でもここにいるとね、みんなほらお客さんっていうかね、みんないっぱいいるから、まあ、見せ物というかね、この景色自体が綺麗だからね、もしどうすか邪魔になってないかなと思うんですけど、まあ、ここで泳ぐのは別に自由なのでね、泳いでおります。いやー、綺麗だね。いや、やっぱこれプールってね、一番なんか優雅な感じというかね、うん、一番もうなんか時間の富裕層っていうか。はい、お待ちかねの晩ご飯の時間です。この晩ご飯がね結構高いんですけど、全部して2万円ぐらいしたんですけど、すごい高いんですけどね、その値段に見合う味なんですよ。でこのお品書きがね、出会いから始まってね、温暖で波光で越境で残響、その後にこれ香る風、なんていうのかな、香る風でね、その後に寒気で、その後に静寂、なんか物語みたいですよね。お料理というかストーリーを食べる感じ、かっこいい。ドスコには絶対思いつかない名前です。で最後名残ですよ、言葉のチョイスがすごすぎて涙出てくるわ。で最初に出てきたのはこれ、さあ名前は何だったかな、これ水晶が右の方にあってね、はいこれね、繊細の水晶ジュレっていう食べ物です。で今回から味をねメモしてくることにしました。ドスコメモによると、台湾と日本の融合、アワビものって豪華って書いてあります。そういう風
に思ったってことですね。そこに合わせちゃうのでね、今回からメモることにしました。でこのね水晶を横にこうかか混ぜるというか一緒に食べてくださいみたいなこと言ってましたので、次はこれカニをお吸い物みたいな感じですけど、小屋さんの方が綺麗にね盛り付けしてありますけども、ちょっと崩れちゃってね交換したんですけども、でこれはこれねなんとかお椀ですね。で限界を超えて洗練されたお吸い物ってねめちゃくちゃ美味しかったんですよ。本当これ全部美味しかったんですよ本当にね。でこれ台湾ウイスキーのハイボールです。でアルコール度がね 2,30 度って言ってましたけども、多分薄めてあると思うんですけど、結構これ酔いました。小屋さん特に酔ってましたね。でこれお刺身です。さあこれどんな味に思ったのか、あこれ金箔ジュレが乗っててね、もう普通のお刺身じゃないですよ。だってここ欲しないですから。で味は魚自体が美味しい上に甘めの醤油最高と記されております。で横にあるのは醤油です。さあ甘いのかこれは、醤油やや甘いかな、うん、ちょっと、うん、東京よりは甘い気がするやっぱ九州だ。はい、ドスコイ好みの甘い醤油でした。でこれホタテの泡卵ソースっていうものだったと思うんですよね。ちょっとねフレンチ入ってるんですよね。ここの料理人の方フランスでちょっと欧米でね修行したらしくてね、フレンチにも入ってました。で見たことのない料理のオンパレード、美味しすぎると書いてありました。これこの料理の感想じゃなくて全体の感想ですよね。ちょっとメモもちょっと狂っております。で次これねガスパッチョって名前だったと思うんですよね。鮎、小鮎のガスパッチョ、これがねまず小鮎をそのまま食べるんですけども、その後このガスパッチョっていうこのちょっとトマト風味のまあソースというかにつけて お召し上がりくださいっていう説明だったんですけども、その通りやったらほんと美味しい。これこんな美味しい鮎食べたことない、てかこんな美味しい焼き魚を食べたことがないです。で小鮎自体も美味しいんですけどね、それをつけてねこう食べると、このソースというかこのトマトスープというかそうこのオリーブオイルが効いててね美味しいんですよ、このトマトスープが。あーもう一回食べたいな、あーこれ美味しかったな。いやこれね飲むとねほんとほら美味しいって言ってるでしょ、美味しいんですよ。さすがフランスでね修行しただけありますね。でこれがねカニの甲羅焼き、レーズンソースで、味の感想は究極に進化したカニクリームコロッケ、ソースはお好み焼きソースと記されております。ほんとこれも美味しかった。でこのしゃぶしゃぶ、これが一番美味しかった。これも間違いない、この和牛しゃぶしゃぶが一番美味しかった。小屋さんもね感動しましたよ。 A5 ランクの牛肉うますぎ、ハマグリだしも、絶妙というね記されておりますけども、このハマグリだしがほんと美味しかった。小屋さんもねめちゃくちゃ美味しかったですって店員さんに言ってましたよ。でこのお肉もね A5 ランクでね、でその次に出てきたのがこれ炊き込みご飯です。こんな炊き込みご飯見たことないけどね、これなんだこの炊き込みご飯は。イベリコ豚とトウモロコシとねが入ってる炊き込みご飯ですよね。いや美味しかったな。で味付けがもはや炊き込みご飯ではない、甘いトウモロコシも入って絶妙な味の濃さ、そう絶妙に味が濃かったんですよね。台湾料理って結構味が薄いっていう方もいるんですけども、でこれ最後のデザートですけどもね、プリンの上に乗せられたワタアメにエスプレッソをかける、もはや芸術であったと記されております。はい、晩ご飯の感動も冷められるまま朝です。で何かの体操に参加してます。そう朝の何かに参加しました、まあ、これ中華圏でよくある踊りみたいなやつ、踊りとか体操ですかね。で朝ごはんです。朝ごはんね、まあ、こういうラインナップになっております。コース料理ではないですね。で台湾式と日本式とあと西洋のアメリカ式とね、どれにしますかってこの3つから選べます。もちろん台湾式にしましたね。で真ん中にエビがドーンってあってね、なぜか明太子もあってちょっと九州っぽい感じもあってね。でこっちもおかゆいいで、台湾の朝におかゆ食べるなんて絵に描いたようなインスタ映えな朝ごはんだね。あと鶏とかね、豚とか、あとなんか野菜とか、あとこれね、これトーファーっていうやつですよね、デザートです。でフルーツもあってね、もうめちゃくちゃいい朝ごはんでしたね。一緒に行った小屋さんの方でね、もっと詳細なレビューの動画出ますのでね、そっちを見てみてくださいね。そちらはもうちょっと落ち着いて喋ってますのでこんなにブラ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 って喋ってませんのでね、ゆっくり見ることができてとても心地いいです。はい、概要欄に載せておきますので、はい、見てみてくださいね。さようなら。